勝負飯は肉。最近起こったこと、最近起こったこと、犬を飼いたいなと思いました。好きな映画は、グレイテスショーマン。一番仲のいい選手は富樫。好きな女性のタイプは、お尻がいい形の人。バスケ選手以外何になりたかった？プロゴルファー。このシーズンどこに注目してほしい？まあ去年よりスマートなプレーヤー。優勝して変化は？あんまり実感はそこまでないです。今シーズン個人の目標はありますか？まあ貢献して日本代表に入れるように頑張りたいです。じゃあここだけは負けないアピールポイント、バスケ以外ですよ。何でもいいです。バスケ以外？何でもいいです。体？